マリーリアはブラジルのサンパウロ州にある基礎自治体。1923年からこの地域の開発が始まった。当初はコーヒーのプランテーションが広がっていた。1926年にサンパウロから鉄道が引かれた際、駅名をアルファベット順に振っており、この街の駅は M で始まる名前にする必要があった。様々な案が出た後、 トーマス・アントニオ・ゴンサガの詩集マリーリアでジルセウからマリーリアと名付けられた。そして駅名がそのまま町の名前となった。1928年、マリーリアは12月24日の州法第2 3 2 5号によって地方自治体の地位に挙げられた。最初はマリーリアの経済はコーヒーのプランテーション栽培に依拠していたが、1930年代半ばに、 面ンも導入された。サンパウロ州の工業化の拡大に伴い、鉄道と高速道路も建設され、マリーリアとサンパウロ州、及びパラナ州の様々な地域とが結ばれた。1970年代には、食品加工業など、新しい企業の進出や、大学の設置などにより、地域に多くの人々を引き寄せ、商業、産業の拠点として大きく発展した。 マリーリアは今日、この地域に約50の食品関連の企業を持ち、食品加工の国家資本として知られている。サッカークラブのマリーリアエシーが本拠地を置いている。ありがとうございます。